今日は節分です。心を鬼にして頑張りましょう。さあ春季キャンプも3日目、今日は心を鬼にする節分の日ということなんですが、練習前にいきなり福の神が降臨。あとは12分間走しますけど、初日2日目元気があったんで6分間走に変えます。ありがとうございます。はい、カイドさん休み取ったから次回ね18分間走でお願いします。はい、貝野投手はね残念な展開だったと思うんですけども、今日は12分間走が半分の6分間走に変更。これはでかい。ただそれでもキャンプの中で一番しんどい鬼のランメニュー、6分間でおよそ 1500m を走りきるなかなかのペースに選手たちは皆苦悶の表情を浮かべています。そして走り終えるとみんながダウン、もう走れませんと言わんばかりの表情でベテランから若手まで同じ体勢。第1クール最終日、限界まで体を追い込みます。やばいっす、しんど。あんま撮んないでくださいよ、しんどい姿を。ただそんな中、人一倍元気だったのが先ほど18分間走を言い渡された貝野投手。初日に体調不良もあって出遅れましたが、今日のキャンプ初ブルペンで順調な調整をアピールしました。思ったより良かったのかなと、1日出遅れて、取り戻すのに時間がかかるのは分かってるんですけども、人より倍やるというか、はい、それぐらいの意気込みでやりたいなというふうに思ってます。よかったなら前通っていきました。はい、相変わらずの方がそうですね、はい、邪魔しないでほしいなと思いますけど。はい、さあ競争と謳われた今年のキャンプ、藤本監督の名言通り今日から例年より早く実践形式の練習が行われました。まずアピールしたのは育成唯一の A 組、茂田投手。水谷選手、そしてルーキーの野村勇選手を相手にしましたが、ヒット性の当たりはわずかに2本。力のあるボールで抑え込み、支配下登録へ猛アピールです。一方バッターではドラフト2位ルーキーの正木選手。初めこそ大竹投手の直球に差し込まれボールを前に運べませんでしたが、次第にコンタクトしていくと、なんと打球はカメラマンも捉えきれないほどの素晴らしい一振り、スタンド上段に運ぶ特大の一発となりました。ずっと1月から新人合同自主トレからやってきたことと、キャンプ来てからやってきたことがうまくバッティング出せたかなとは思います。選手層が厚い中で僕自身もレギュラーを狙ってやっていくっていうのは変わらないので、本当に新人だとか関係なく一つのポジションを狙ってやっていきたいなと思います。